こんばんは、ジェイドサトクリフです。では今日も5分間クロッキーを始めていきましょう。はい、今日の絵はこれです。では5分間測っていきましょう。あれですね、今回からグリッドを引いてます。聞くところによるとグリッドを引く方がバランスは取りやすい。まあ実際描くというかこう実際真っ白なところに描くときはグリッドがないんで、その時どうするのかっていうこともあるんでしょうけれども、グリッドを引くと分かりやすいよと言われたんですが、やっぱり分からないですね。真っ白からもう数分、1分は経ってないかな。でも時間は経ってるんでね。どうなのかな。あとサイズ感も同じにした方がいいよって言われたんで、今回から絵が大きくなってます。で、体を意識して描く方がいいと、あの線を追うのじゃなくて体の形を理解して描く方がいいというアドバイスもいただいたり、なかなかあれですね、難しい。このファイティングポーズですかね、これは。何かと戦おうとされてるんでしょうか。何と戦おうとしてるんですかね。巨悪とかですかね。大きな悪に対して何かを。何かを倒そうとしてるんでしょうね、きっと。嫌なことがあったんでしょう。どうですか、嫌なこと。あ、違いますね。何かを守ろうとしてるんですね、きっと。何かから何かを守ろうとしてます。すごい指。手も描くの下手なんですよね。まあ、手も、そうですね。何がうまいねんっていうことはないんです。絵が下手なんです。絵が上手くなりたいんです。で、まあこれをやり始めたわけなんですが、多分このペースはだいぶ遅いですね。太ももいきましょう。あれ、なんかだいぶ大きいぞ。なんかグリッドが入るとやっぱり意識しすぎてすごく遅くなりますね、描くのが。腰の位置がすでに高いんか。グリッドにやられて今回はもうバランスがぐちゃぐちゃですね。やっぱ慣れなんですかね。何もなかった方時もだいぶでしたけど、なんかもうグリッドが入って余計に自分の中で分からなくなってきたところが多いですね。足首いこうか。こうですね。骨格を意識した方がいいよと言われたんですけど、骨格を意識って背骨、骨とかですよね。お尻の位置がだいぶ変わりましたね。こんな感じか。腰。グリッドが入るとやっぱりすごくグリッドを意識してしまって、なかなか描きづらいですけどね。初回よりもひどいような気がするな。あれなんですかね、プロというか、その絵の先生的な人から言わすと、
上達してるとか下手とかっていうのは分かるんですかね、こう時間が経つと。さすがにね、まだこれで3体目かな、3体目なんで、あ、時間です。では、今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。使っているソフトやツールなどは動画概要欄に載せておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。